左側。
サーキットに行けます。おお、サーキットに行けます。シルバーは、
そこそこいいかなと。そこそこいいかな、はい、ブロンズ、もう少しみたいな、もう少しかなと、はい、で今日はですね、はい、じゃあこちらを差し上げます。ゴールド？ブロンズです。嘘、はい、なんでどう見てもブロンズだな。実はもう少し先かなと。あ、もう少し先ですか、はい、で実はこのフォーミュラカレッジには3つコースがあって、はい、今日体験してもらったのは初心者コース、はい、あ、そうなんですね、はい、で広場でどなたでも乗っていただけるっていうプログラム、はいはい、で次の中級コースはあっちの本コースで、はい、実際に走っていただきます、はい、でそこである程度走れるようになったら、うん、レースに参加できる。なるほど。それが最上級のコース。じゃあ私勘違いしてました。はい、勘違いしました。ここに勘違いしてます。はい、勘違いしました。ここに来たらもうレースに出れると思ってたんですけど、ちゃんとやっぱりレースでもこう活躍というか、しっかりと、まあ、マナーというか知識を学んだ上でちゃんとこうデビューしないと。やっぱりね、はい、本コース走るのは結構危ない、はい、まだ危ないですか。危ない。で速い車もいるし、スピンしちゃったりすると追突されたりとかするんで、うん、まずはここで、フォーミュラカーってどんなのかなっていうのを試していただいて、で操作に慣れたら次に行くっていうのがいいんじゃないかなと思って、はい、でも今日フォーミュラカー初めてドライブしたんですけど、まあ、ちょっとやっぱりこれですぐに本コースって怖いなっていうのは正直思いました。そうですね、やっぱりここで慣れて安心感というか、まあ、ちゃんとこう技術じゃないですけど最低限のものを持っていった方がよりこういいものが出せるんじゃないかなっていうのは。そうですね、はい、なんで、ね、この、 あの初級コース2回とか3回とか乗っていただいて、はい、もう動きをかなりこう自分のものになったら、はい、じゃあ次は、うん、本コースに行って、タイムアタックしてもらうとかっていうのがいいのかなと思ってますので、はい、何度でも、はい、いらしていただければと思います。これはちなみに何かあるんですか、その参加資格みたいなのって。ないです。お、で身長とか、はい、まあ、体重とか、はい、ちょっとその物理的にマシンに入る入らない、足が届く届かないっていうのがあるんで、はい、そこら辺ホームページに書いてありますので、はい、まあ、この辺に多分出ると思いますので、はい、概要欄の方にも貼りたいと思います、はい、お願いいたします。はい、わかりました。確かにね、だってフォーミュラー乗ったことない人が初めて来てパッと乗れちゃったので、ぜひなんかいろんな方にまずはエクスペリエンスコースで体験してもらいたいです。でそれでも、まあ、やっぱり最初いきなりフォーミュラー乗るの怖いよとかっていう方は、あのトムスの方で今大きなこうシミュレーターを作ってますので、まあ、こんな大きなシミュレーター、おうおうおう、本格的な、めちゃくちゃ本格的なのを作ってますので、はいはいはい、それ都内で実は体験できます、はい、じゃあちょっとこっちの遠くまで来なくても、はい、東京の方の方だったらすぐに来れる場所で、6月以降にそれ、あの一般の方にも公開しようかなと思ってますので、情報ゲットですね、はい、でも本当にあの今日楽しかったです、はい、ありがとうございます、はい、なのでちょっとこれを機会に私のまたちょっとあの目覚めた気がするので、この覚え尽きないうちに頑張りたい。だから今年何回か乗っていただいて来年の FO 参戦できるようにやったらいいんじゃないですか、はい、そんなことできます。できるできる。嘘、はい、この私ができると思います。来年ってもうだって数ヶ月後ですよ。数ヶ月後っていうか、まあそうですね、10ヶ月半年後ぐらい、はいはい、なんでそれまで猛特訓して、シミュレーターもやる、はい、実際ここでエクスペリエンスアート2回乗って、はい、本コースを5回乗って、はい、で参戦みたいな感じがいいんじゃないですか、はい、いいじゃないですか。レース計画立てていただいちゃいました。私ですが目指せるならちょっと目指してみたいと思います。はい、2022年の4月、はい、2022年の4月 F4 デビューです。ただちょっとこのブロンズっていうのはちょっとなんか腑に落ちないですね。これシルバーになんない、シルバーになんないですか、シルバーになんないですか。しょうがない、優しい優しい、お願いしてみる価値があるかもしれませんということで、今日の初めてのフォーミュラカーですね、私の、はい、ライセンスこちらシルバーという結果になりましたが、まだまだゴールドへの道と、サーキットへの道とレースへの道は少し遠そうですが、まあ、誰でもですねこういったフォーミュラを体験できるこのですねトムスフォーミュラカレッジ、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。一緒にフォーミュラ乗りましょう。バイバーイ。もう何も出ないですよ、何も出ないですよ。あと3分行きましょう。丸乗り丸乗り丸乗り、もう回ってないから。甘さに聞いてがある、さらならみんなで笑顔が一番の宝なのだ。